ねえ、学校行かなくていいの？くそ。ねえってば。負けた。今日の授業行かないと卒業できないんでしょ？課金するしかないだろう。賄賂は良くない。大丈夫？疲れた。例の先輩？どうしろってんだよ。マジであいつ無責任すぎ。とりあえず風邪ひいちゃうから髪の毛乾かさない？今日はいいや。どっちがいいかな。パーカーの方が似合ってるよ。バカだな。うん、かっこいい。髪型は？あ、そうだ。髪の毛、髪の毛。どうだ？かっこいいよ。よし。いってらっしゃい。もう無理。もう限界。俺生きてる価値あんのかな。なんでそんなこと言うの？何がいいのかわかんない。そんなことないよ。上西くんの頑張りは私が一番よくわかってる。上西くんには上西くんの価値がある。今の会社に受からなかったのは会社と上西くんが合わなかっただけ。だからもう少し頑張ってみよう。忘れ物は？携帯、財布、ハンコ。よし、OK。あ、進路調査書。進路調査書。ちゃんとテスコムって書いた？あ、そろそろ時間。みんな待ってる。いってらっしゃい。ああ、負けた。課金するしかないだろう。責任すげえ。今日はいいや。どっちがいいかな。バカだな。あ、そうだ。髪の毛、髪の毛。どうだ。よし。もう無理。もう限界。俺生きてる価値あんのかな。何がいいのかわかんない。
帯、財布、ハンコ、よし、これ。あ、進路調査書。今回はこちら、どどん、じゃじゃーん。4月からですね、こちらノビーバイテスコムの NIB2600 新しいドライヤーが発売ということで、今回この動画作らせていただきます。冒頭にこちらのドライヤー NIB2600 をイメージした、まあ、ショートムービーみたいな、映画みたいなものを作らせていただきました。まあ、あの動画で何を伝えたかったのかっていうと、最後のメッセージ、成長あなたと共に、まあ、これ僕が勝手にね作ったやつなんだけど、なんかそれを伝えたくて、まあ、ノビーバイテスコムって僕の動画でも結構ね、ご紹介させていただいてるんですけど、僕はすっごくおすすめなテスコムさんのブランドなんだけど、要は美容室で使われてるような、もうものすごく機能も耐久性も使用感とかもすごくいいドライヤーを一般の家庭向けに作り変えたっていうのがノビーバイテスコムっていうブランドなのね。美容室で使われてるようなものを一般の家庭向けに作られてるっていうこともあって、このドライヤーねすごく耐久性高くて2年間保証がついてるんですよ。で、僕いろいろとドライヤー調べてるんだけど、一般的にはだいたい1年間ぐらい、保証はだいたい1年間ぐらい、でもこのドライヤーは2年間の保証がついてる。そこにちょっとフォーカスを当てて、まあこうなんだろうね、大学生の堕落した生活からこう就職してっていう、そのまた新しいステップに踏んでってっていう、その過程をこうドライヤーと共に送るみたいな一緒に成長していく、温かく見守ってくれているっていうのを伝えたくて、まあ、あの動画を作らせていただきました。まあ、物語のお話はねそれぐらいに置いておいて、このドライヤー皆さん多分すごく気になってると思う。先ほども申し上げた通り、4月から新発売の、NIB2600、 4月の8日の週、4月の8日の週から、まあ、家電量販店であったりとかノビーバイテスコムの製品が売られてるところにこの NIB2600 が並べられてるんじゃないかなっていうふうに思います。はい、新商品の NIB2600 の魅力、まあ、僕なりに1ヶ月間ちょっと使わせていただいて、こういうところがすごく魅力的だな、こういう人におすすめだなっていうのが、まあ、僕なりにねちょっと考えさせていただいたので、それを皆さんにねご紹介したいなと思います。まず最初に一番の特徴としてものすごく軽いです。はい、こちらのドライヤー本体の重量 540g です。はい、めちゃくちゃ軽いです。 540g って言ったらどんぐらいだ。今ね調べてるんだけど、だいたいこのヘアアイロン 320g、 ペットボトル 450ml はまあだいたい 450ml で、ペットボトルと本当に同じぐらいの重さなんだよね。まあまあ軽いじゃん、まあ軽いじゃん。まあ、女の子とかもさ、やっぱり髪の毛も長くてドライヤーの時間とかも長くなるのに、まあドライヤーがずっしりしてしまうとやっぱ疲れちゃうっていうこともあると思うんですけど、まあこのドライヤーすごく軽いので、本当にねドライヤーしてて腕が疲れちゃうよっていう方はこのドライヤーすごくおすすめなんじゃないかなっていうふうに思います。はい、 NIB2600 の魅力その2、故障しにくい。まあこれもやっぱりそのノビーバイテスコムっていうブランドの特徴が出てて、ノビーっていうブランドが要は美容師さんが使うプロ用のドライヤーであったりとかアイロンであったりとかコテであったりとか、まあそういう製品を出してるブランドなのね。ノビーのドライヤーとかアイロンとかはやっぱり壊れにくい。ノビーの製品を一般の消費者向けに作り変えたっていうのがノビーバイテスコムの製品なのね。安心感というかさ、優しさというかさ、生活の中に溶け込んでこう一緒に成長してくれるっていうところが、なんかこうすごく彼女みたいだなそのねすごくね魅力の詰まった NIB2600 がこれもねまた魅力の一つだと思うんだけど、お値段が割とリーズナブルなんですよね。ちょっとね店舗によって変わってくるところはあるんだけど、だいたい1万円かで購入することができます。はい、じゃあこのドライヤーどういう人におすすめなのかっていうと、割と結構おすすめの幅は広いなっていう感じがしました。女の子とかお子さんとかやっぱりねドライヤーを持ち上げてて疲れちゃうっていう方にも もちろんおすすめですし、例えばねドライヤーってやっぱり毎日使うものだから、毎日毎日大切に使いたいっていう方にももちろんおすすめですし、プロ用のドライヤーを一般の家庭に向けに作られてるっていうだけあって、ヘアセットをするってなってもものすごく使いやすいです。はい、
ヘアセット初心者さんにもものすごくおすすめです、うん、だから本当に幅が広いんだよね。僕以前ね動画でこちら NIB3000 っていうドライヤーをご紹介しました。そして今回 NIB2600 っていう商品が新発売されました。用途によってもうおすすめ変わってきます。ぜひぜひね家電量販店もうこの NIB3000 は並んでます。で NIB2600 の方は4月の8日からだんだんと並んでいきます。はい、だからもう本当に人によって変わってくるんで、私は NIB2600 がいい、私は NIB3000 の方がいい、もう本当に人それぞれ変わってくると思うので、ぜひぜひ実際に触ってみて、風を出してみて、あーこっちの方がいいな、あーこっちの方がいいなっていうのをみんなでちょっと判断してもらいたいなっていうのが僕の気持ちです。はい、そこもいいところだよね。家電量販店に置いてるってすごいいいところじゃないね。実際に触って確かめることができるからさ、うん、店舗に実際に見に行ってほしい理由に、あともう一つあって、全国の家電量販店、ノビーバイテスコムが置いてある家電量販店に NIB3000 の方のポップと NIB2600 のポップ2つ2種類僕の写真を使っていただくことになりました。ありがとうございます。 NIB2600 のポップのスタイルを新しく作りました。 NIB2600 をご紹介するためになんと谷口さんに協力をいただいて、新しく作ってもらいました。はい。それもね、みんなに家電量販店に実際に行って見てみてほしいっていう、僕が、おすすめする理由でもあります。はい。そのスタイルも、このドライヤー、NIB2600 を使って、作ってもらってます。はい。そのスタイルもね、すごくかっこよく仕上げてもらったので、スタイルムービーを見ていただきたいなと思います。ということで、レッツゴー！ And we keep spinning around and around just like the same old song.Well, we don't wanna press rewind, don't wanna waste our time, just wanna be alright. We don't wanna press rewind, don't wanna waste our time, just wanna be alright.はい、ということでいかがだったでしょうか。どうやったらねこのドライヤー魅力が伝わるかなって僕なりに一生懸命考えてみました。百聞は一見にしかずっていう言葉があるように、この動画でこのドライヤーの魅力を伝えてもやっぱり伝えきれないところってどうしてもあると思うんだよね。 NIB3000 と比べてみてどっちが自分買った方がいいのかとか、まあそういうところって本当に人それぞれだし、自分はこっちかなっていうのを選んでもらって毎日毎日大切に使ってもらいたいなっていうドライヤーなんですよね。だからぜひぜひね、家電量販店店頭並んでると思うので、よかったら見に行ってみてはいかがでしょうか。多分ねこの NIB2600 の方のポップはちょっと時間がかかるかもしれないです。4月の8日に並んでるわけではないと思います。新しく作ってもらったポップがいつ並ぶのかとかは僕のツイッター、インスタグラムの方で告知させていただくので、よかったらそちらの方も確認してみていただけたらなと思います。もしいいなと思ったらぜひね家電量販店見ていただけたらと思います。ということで今回の動画はこれで終わりたいと思います。また次回の動画もお楽しみに。バイバイ。もしこの動画が面白い役に立つその他もろもろ思った方はチャンネル登録高評価よろしくお願いします。もしわかんないことがあったらツイッターでリップ送ってくれれば必ず返信しますので、ツイッターもフォローよろしくお願いします。